教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。視聴者の皆さんは新聞記者と聞くとどのように思われるでしょうか。昨今では報道をしない自由を行使しているのではという話や、それを報道して何の意味があるものの取材を行っていたり、なんだかんだ信用自体が少し薄れているようにも思えます。ですが、新聞やそうしたニュースを扱うリポーターなどは一時ソースともなっているので、その影響はまだまだ健在です。そのため、自分が国民の代表だと勘違いをしている記者もいるのも事実です。勘違い記者といえば、官房長の会見などで出禁にもなったことで知られているトンキン新聞、元い東京新聞の望月磯子記者が一番有名でしょう。勘違い具合が最高潮に達していた時に、自分のことを題材にした新聞記者などとする新書を世に出して、さらには映画にまでなっていたことでも、望月磯子記者の悪名は広まったのではないでしょうか。映画新聞記者はなぜか第43回日本アカデミー賞を受賞するなどして、アカデミー賞がアカデミー賞と揶揄されていたのも印象的でした。そんな記者の中で問題児中の問題児である望月磯子記者がツイッターにてあらぬデマを広げてしまったのだといいます。今回は新聞記者である望月磯子記者が放ったデマについて紹介します。問題のツイートが行われたのは2023年5月19日のことでした。望月磯子記者が CNN が出していた記事をソースにツイートした内容が問題のツイートになります。問題のツイートの前に、そのソース記事も一応引用します。 CNN が2023年5月19日に出した記事からの引用です。米国のバイデン政権がこの数週間、欧州の同盟国に対して F-16 戦闘機のウクライナへの供与を認める意向を示唆していることが分かった。協議の内容に詳しい複数の情報筋が明らかにした。ホワイトハウスにはかねて国会議員や同盟国が一段の圧力をかけ、ウクライナによる同戦闘機の調達を支援するよう求めていた。ウクライナは現在、ロシアによる激しい空からの攻撃を受けている。しかし、米政権の当局者らが認識する限り、今のところどの同盟国も F-16 の供給に関する一切の公式要請を行っていない。第三国へのこの種の引き渡しを承認する書類手続きは通常米国務省が担当するが、同省の当局者も現時点でそうした業務への着手の指示を受けていない。米国製の F-16 は欧州のいくつかの国々に供給されている。このうちオランダは保有する機体の一部をウクライナに供与する考えを示唆している。ただ、こうした第三国への供与は米国による承認を受ける必要がある。 F-16 には機密性の高い米国の技術が使用されているためだ。米国は自国の F-16 をウクライナに供与することに関して依然として消極的だが、複数の当局者が CNN に明らかにしたところによれば、政権としては同盟国が供与を決定すればウクライナへの機体の引き渡しを承認する用意があるという。ウクライナの高位当局者らは F-16 の供与を求めるロビー活動をこの数ヶ月で一段と強化している。ロシア軍によるミサイルとドローン、無人機の攻撃を防衛する上で同戦闘機が喫緊に必要だというのが彼らの主張だ。この問題はリトアニアの首都ビリニスで7月に開かれる北大西洋条約機構NATO の首脳会談での論点になるとみられる。これらの F-16 に乗り込むウクライナ軍のパイロットをどこで訓練するのかについてもまだ答えは出ていない。英国のスナク首相の報道官は今週、英国がオランダと共にウクライナによる F-16 戦闘機調達とパイロット訓練を支援する国際的な連合の構築を目指していることを明らかにした。詰まるところ F-16 をウクライナの支援のために引き渡すことに関する記事になっています。記事の中では現状はオランダが引き渡しに意欲的な姿勢を見せていますが、アメリカはまだ消極的であるとのことです。形勢的にも現状ウクライナは不利な状態にあるともいえ、ロシアの実力支配をさせないためにはあらゆる手段を講じる必要があるとはディアブロも思いますが、アメリカが恐れている情報漏洩などのことも考えると、アメリカが消極的になっているのもわからなくもないです。こうした諸外国の武器供与についての記事を望月磯子記者は何を勘違いしたのか次のようにツイートをしていました。まさか日本が保有する F-16 戦闘機を米国は出させるつもりではないだろうか。殺傷能力を持つ武器の貸与供与を憲法9条を持つ日本は絶対にやるべきではない。一見すれば平和主義を何とかして実現しようとする憲法9条信者の典型的なツイートにしか思えませんが、ただこのツイートには大きなデマが存在します。というのは、日本は F-16 を保有していないのです。あまり情報ソースとしてはよろしくないですが、ウィキペディアによれば製造国はアメリカで、ライセンス生産ができるのがフランス、ベルギー、トルコ、韓国の4カ国、運用している国についてはアメリカ、タイ、イスラエル、台湾、ギリシャ、エジプトとなっています。
他に保有国がいくつも存在していますが、日本は F-16 の採用は行わず、F-15 を採用しています。その後、日本は F-16 をもとに F-2 を製造し運用をしています。ウィキペディアは誰でも情報が修正できるために、ソース情報としてはあまり強くはありませんが、別のイーグレットというアーマードコアというゲームとミリタリー系の情報を扱っているサイトでも日本の名前は出てきておらず、さらには自衛隊のホームページの装備にも載っていません。日本は F-16 は保有していないことが少し調べただけでもわかると思います。望月磯子記者の F-16 日本保有デマについてネット上では、いわゆる知ったかぶり W6 に調べもせず、わーわー言っているだけの活動家の類。東京新聞の記事はその程度のレベル。それでも4000円近くも払って、東京新聞を取りたいと思うか。航空自衛隊は F-16 を保有してねえだろ。毎度思うけど、戦争と安保に関心があります。みたいな名乗りをする記者に限って初歩的な知識が一般人にすら劣る現象は本当何なんだろうな。新聞社ってちゃんと校閲がいるわけで、望月記者は別格に無知でダメだけど、記者もそりゃ全ての専門家ではないので校閲が信頼性担保してるんだよね。だとしたらもう記者が会社名出して校閲なしでツイートしたりするのは禁止すべきでは。読者ユーザーは新聞社の記者のツイートは記事と同等に思うだろう。調べたけど日本は F-16 持っていない。あなたはフェイクニュースを拡散しています。新聞記者ともあろう人間がろくに調べもせずに思い込みで情報を流すとか言語道断。しかも普通に調べれば出てくる話なのにね。あまりにも無知すぎる新聞記者がいらっしゃると聞いて聖地巡礼。まあ日本が F-16 戦闘機を保有していないことを一般人だから私は知らなかったわけだけど、社会部で武器輸出等を取材する記者の望月磯子さんが体を張って教えてくれたから覚えた。恥をさらしてでも日本は F-16 を保有していないことを拡散させたかったんだね。持ってもないのにどうやって拠出するのか。軍事の知識がほとんどない Y でも日本は F-16 を保有してないし、 F-2 支援戦闘機の誤りだろうと調べれば3分でわかるわけ。前にも最新型のトマホークブロック号片落ちたなんてデマ飛ばしてたや。事実を伝えることもできず、リプラン閉じてジャーナリストですってクソ恥ずかしいで。日本が持ってるのは魔改造機の F-2、似ても似つかない別物ですよ。正確な情報も出せないんであれば記者名乗るのやめてまろってよいですか。日本は F-16 を保有していない。望月は主張するためならその根拠を捏造する輩だ。ジャーナリストとして完全に失格だ。あのさ、新聞記者って名乗ってるのなら自分の憶測や妄想じゃなくちゃんと調べなあかんや。デマを流す東京新聞の記者、 F-16 を日本は保有していない。恥の概念がない左翼脳って、目的のためならどんな嘘でもデマでも平気で流すんだよね。それがたとえ記者でも。望月磯子は防衛のことをあまりよく知らない模様。日本は F-16 戦闘機など保有していない。新聞記者の仮面をかぶった活動家の限界か。それに敗戦国ドイツですらウクライナに戦車を供与している現状も理解すべき。世界は日本が平和に積極的に関与することを望んでいる。だからあんたに難しいことは無理だから、ジャニーズで誰がケツ掘られたか徹底追及だけしてなさいって。このプロフィール掲げといて日本が保有する F-16 戦闘機とか打ち晒して恥ずかしくないの。というように望月磯子記者のデマを正す声が多かったです。いかがでしたか。今回は望月磯子記者が新聞記者でありながら、調べればすぐにわかることを調べずにデマを流したことについて紹介しました。これがまだ F-2 のことを話していたのであれば、ここまで炎上はしなかったと思います。 F-16 をベースに作られた F-2 の供与を促しているとツイートしていたならば話もつながりますし、デマというデマにはなりませんでしたから、とりあえず望月磯子記者はウィキペディアをサーフィンすることからやり直したらどうでしょうか。新聞記者の信用がウィキペディアやまとめサイト以下、はたまたディアブロのような YouTube チャンネル以下なのはどうなのだろうと思ってしまいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。